ヨアヒム・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族、軍人。全名は、ヨアヒム・フランツ・フンベルト。ドイツ皇帝・ビルヘルム2世のムツオ。ヨアヒムは1890年12月17日、ビルヘルム2世とその日であった、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公・フリードリヒ8世の娘、アウグステ・ビクトリアの間に、第六子として、ベルリンで生まれた。 1916年3月11日にアウンハルト公、エドワルトの娘、マリー・アウグステと結婚した。1916年にダブリンで発生したイースター放棄の際、指導者の一部はヨアヒムをアイルランド王に迎えることを考えていたが、この放棄はすぐにイギリスによって鎮圧されたため実現しなかった。1920年7月17日にヨアヒムはポツダムのビラリー・クニッツで、 拳銃自殺を図った。直ちに病院へ運ばれたものの、翌日ヨアヒムは死去した。自殺の動機については、1918年のドイツ革命で訂正が倒されたショック、夫人との不和などが考えられている。妻のマリー・アグステとの間には、以下の一男が生まれていた。ありがとうございます。